皆さんこんにちは、スバル公開講演会。私のお話は銀河系の生い立ちというお話で、いわゆる銀河考古学のお話をいたします。銀河系やアンドロメダ銀河っていうのは非常に大きな銀河ですけれども、こういうのはもともとは小さな銀河がどんどん集まってきて降ってきて、そして大きく成長したというふうに最近は思われています。例えばアンドロメダ銀河の周りには光 の撮影ではよく見えないような非常に数たくさんの星があったり、あるいは私たちの銀河系にも外から小さな銀河が降ってきたような痕跡が見られます。スバル望遠鏡でそういう銀河や、あるいは銀河系の周りの小さな銀河を撮像して、その結果分かっているの星の性質について、銀河系がどういうふうにできてきたか、で宇宙の中で銀河系がどういうふうにできてきたことが分かるかというようなお話をしたいと思います。それでは皆さんお待ちしております。皆様こんにちは、児玉です。私は今回銀河とブラックホールの激動期から現在へというタイトルでお話しします。現在の宇宙には銀河と呼ばれる星の大集団が1000億個も存在するというふうに言われています。ではこのような銀河は一体どのようにして作られたのでしょうか。最初の銀河は今からおよそ130億年前に誕生したというふうに言われています。そしてその後2、30億年を経過し、宇宙は銀河のベビーブーム時代を迎えます。銀河はせっせと星を作り、他の銀河と衝突合体などを繰り返しながら急激に成長してきたというふうに考えられています。そしてその過程と並行して銀河の中心部分ではブラックホールが生まれ、そして成長してきます。そして銀河の進化自体にも大きな影響を及ぼすまでに至ります。この講演では137億年銀河宇宙の旅へと皆さんをお連れし、銀河とブラックホールの形成の謎に迫りたいというふうに思います。皆さんこんにちは、柏川です。さて最後3番目のお話は、いよいよ銀河の誕生に迫りたいと思います。長い宇宙の歴史の中で銀河はさまざまな進化を遂げて現在の姿に至りました。ではこのような宇宙に無数に存在する銀河はいつどこでどのように誕生したんでしょうか。現在天文学者が考える銀河誕生の姿と、それを実際に観測的に確かめるための大きな望遠鏡を建設する壮大なプロジェクトについてお話したいと思います。